行くぜ、フルアーマードエクシス、ブラックレイダーさん。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、上白龍河です。本日なんですが、フルアーマードブラックレイダーさんっていうカードがね、実装になりましたので、こちらのカードをね、使っていきたいと思います。あのね、このカードね、僕ね、好きなんですよ。なんで好きかっていうと、かっこいいからなんですね。見た目が。効果。別に強くないです。別に強くない、効果は。ただね、かっこいいんですよ。とにかく。アニメゼアル見たことがある方であれば、よくご存知かと思うんですけども、こいつ結構ね、シャークさんのエースモンスターでございまして、水属性モンスターレベル 4×3 っていう作り方します。こっちと同じですね。開口流シャークドレイクとかと同じような感じで作っていくと。で、こいつね、こんな難しい召喚条件しなくてもね、出しやすい、方法がありまして、水属性ランク3のエクシスモンスターの上に重ねてエクシス召喚することもできるという効果を持ってるんですね。オーバーレイユニットがなければね。なので、これで、この効果を使って出していくっていう今回は、効果にしてまして、これで、鉄板コンボっていうかね、OCC から、古き良きコンボがあって、バハムートシャークを出すと。で、バハムートシャークは、ランク3以下のエクシスモンスターを出せますよと。これで、エアロシャークとか、これナイトメアシャークとかでもいいんだけど、なんかそのエアロシャークの方がなんかシャークさんっぽいなと思ってエアロシャークにしてるだけであって、ナイトメアシャークでも別にいいです。てかなんならナイトメアシャークの方が打点高いんで、ナイトメアシャークの方がいいです。でナイトメアシャークかエアロシャーク出してもらって、でここの上にフルアーマードブラックレイランサーを重ねると。でこいつの効果なんですが、説明する必要ないぐらい、でも破壊耐性は強いか。このカードのエクシーズストライの数かける200ポイント打点がアップするよっていう効果と、フィールド上のこのカードが破壊される場合、代わりにこのカードのエクシーズストライを、全部取り除いて、免れるっていうことができますと。で、戦闘で相手モンスターを破壊したら、相手のフィールドの魔法トラップを破壊できる。だから、例えば、狡猾とかを自分に打って、相手だけ破壊するとかはできますね。コンボとして。そういう感じ。こいつはね、ほんとね、かっこいいから使ってる。かっこいいから出すだけだって、別に、こいつの効果をなんか使おうとする、となんか違うっていう感じになるんで打点アップもなんか可愛いだけだし、なので基本的にはバームシャークから打点として出していくっていう感じに、したいなと思ってデッキ組みました。かっこいいです、非常に。このモンスターはなんか一個だけちょっと言っておきたいことは、なんでこいつ重戦士なのっていうことね。これどう考えても機械だろっていう、 これで重戦士なんか種族の概念っていうね。はい、デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、表遊戯くんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル行くね、僕のターン。ちょっと弱いな。モンスター引かなかったらちょっと若干困るけど、でも魔法トラップ強いんでね、サメちゃんデッキって大体魔法トラップ強いんでなんとかなること多いんですけど、チャネラーか、月の章回答あるんで大丈夫です。はい、ハッピーレジスカッシュクラッシュはとりあえず月の章を打って、相手裏にして、でコズミックで後ろバックぶち抜けば、展開はできるんで、高校取っても大丈夫なように一応組んでいるつもりです。一応デッキ内容的にはコズミックを都合よく引くかどうかっていう話はあるけどね。相手の伏せね結構強いんだよね。ハーピーもなんか狡猾とか、それからなんだ、清掃とか供物とかネストとかいろいろあるんで、で羽休めで、ツードロー。これやってることおかしいよな。このカードやばいだろ。この安定感で2枚ドローされるのやばくない？これやばすぎるだろ。チャネラーとかいうカードと羽休めのシナジー噛みすぎなんだよな。でもバックレールはさすがに弱いわ。重曹強いな。重曹これ重曹重曹なんだったら、これあれじゃね、ブラックレイランサー初手から出していいんじゃね。これ本当は深淵の方が強いと思いきやフリーチェーンなんで、これね実はこっちの方が強い。これは行くぜ。レベル4のモンスターに対してオーバーレイ、バハムートシャーク、そしてバハムートシャークのモンスター効果、オーバーレイユニットを1つ使い、バハムートシャークの効果発動、ゴッドソウル、ゴッドソウル、水底から浮上せよ、先行母艦エアロシャーク。そして水属性モンスターの効果によって墓地に送られた重装兵の効果、お前のカードを破壊させてもらう。ちなみにワンキルは取れないなんでかってバハムートシャークはこのターン殴れねえ。いけ、鎧をまとい現れろ、フルアーマード
ブラックレイランサー、かっこいい、かっこいい、なんてかっこいいんだ。ちなみにこのモンスターはエクシーズ世代の数だけで200ポイントアップするっていうぶっ壊れ効果を持っているぜ。そしてこのモンスターは破壊される場合、エクシーズ世代を全部取り除くとなんか無効にすることができる。ちなみに相手のモンスターを破壊するとフィールドの魔法カードを1枚破壊することができる。なんて強いんだ。効果てんこ盛り、全部効果微妙。うるさい、黙れ。お、なんだそんなクソダコ展開していいのか。お、なんだいいのか、なんかクソダコ展開して。この三癖怖いか。三癖怖いでしょうね。悔しいでしょうね。フォーサーみたいになっちゃった。悔しいでしょうね。でもね、あなたが僕に勝つのはね、まるで全然ね、ほど遠いんだよね。硬活抜いた、つえ。まあ、ちなみにブラックレイランサーは硬活も効きません。ドロー。リチャーチェンいいだろ。硬活効かなきゃ最強じゃね。冷静に考えたら。でリチャーチェン召喚成功、非効果。デッキトップ3枚を見て好きな順番でなんか入れ替えることができる。まあ、これはデモンズチェーンでもいいけど、まあ、再生の効果でこうしてでバトルフェイス入ってほい、いや こいつで殴りて、こっちだ、マハムードシャーク、ゴッドボイス、いけ、これで終わりだ。ブラックブライトスピアーだっけ、なんだっけ、なんだっけこいつの名前、攻撃名、ブラックブライトスピアー、確かうろ覚え。対戦ありがとうございました。やっぱりブラックレイランサーただ出したわけ。さあお相手の方、タイバ社長よろしくお願いします。デュエル3倍はぁ、じゃねーよ、面白い。デュエル今のねランク戦はね、追悼デッキ、とそれからなんだリミット前のデッキ、追悼デッキ、リミット前のデッキ とリミット後のデッキ、まあ、新デッキですね、がね混ざっててマジでカオスです。調整には全く使えないといったところで、目覚め入ってて、これ銀龍入ってとしたらこれ追悼デッキなんですけども、まあ、いわゆる脱法デッキですね。これはなんかね、脱法っていうとめっちゃ怒る人いるんだよね。現れろ、なんか伝わるからいいじゃん別に、脱法って言っても別に伝わるじゃん。結局なんかこれから牢獄に入るモンスターを使ってるっていう意味では脱法してるデッキなんで、要はもう逮捕が決まってるやつを、要するにデッキの中に入れてるっていうわけなので、それは法を出してるんじゃないかっていう話があって、なんで脱法デッキって伝わってるんですか。脱法デッキって言うと、は別に法は出してないからみたいなことで、ね、めっちゃ切れる人いるんですよ。あれなんかヒステリックになってるよな、あれな。俺のドロー、感動の強さ、深海のディーバ召喚、深海のディーバの効果発動、深海のディーバの効果によってモンスター効果発動。なるほど、重装兵の効果であれか、破壊されないようになんかするみたいな感じなの。俺はこれチェーンの審判的にこれでこういう、そういうことなのか。まあ、別にね展開力はすごいあるんで、なんか精霊流早い気するけどね。なんか深淵の効果にチェーンして銀流でいいんじゃねえかなっていう気はするけど、まあいいや。狙撃兵召喚、スキル発動を、これはねどうやってつけばいいのかな。サイレントアングルあるんで2体立てられるんですよね。深淵立てるのはまあ絶対なんだけど、これはブラックレイランサー出してる場合じゃないんで、ブラックレイランサー出してる場合じゃないので、深淵に潜むものを先に出していくんだが、これはこうですかね。難しいな、これどうすればいいんだろう。もうこっちか、こっちだな、こっちで、こっちで、でこうして、で3100にしといて希望式流、あいやでもさすがに重装兵巻き込んだ方がよかったか、太鼓落ちてんのか。西岸は殴ると回収されるんで、あれですね、あこれ深淵に潜むのに重装兵仕込んどいたかったね、これね。今ちょっと両方とも支援に仕込んで置けばよかったかなってちょっと後悔してます今。でスパイダーシャーク、これはね殴んないが正解ですね、これ多分殴んないが正解。これなんかそのままの方が強いな、これ多分シンクロされたりとか
オルタナは出されるかもしれない。オルタナは別にいいか。オルタナはあで回収できなくさせればオルタナも多分出ないから、これ一回終焉にしたものを使って、だけどその撃破は取っとこう。ディーバでこうしとけばいいんじゃないかな。これで相手ぶん殴るくらいしかないんじゃない。そしたら殴ってきたらスパイダーシャークの効果で打点下げればいいんで、多分ねこれが正解っぽいな。で相手の伏せは、狙撃系で次のターン終わろう。オッケー。あーツインバーストを出さない。なるほど。あそうなんだ、普通に殴ってくる。なるほど。で希望しきるスパイダーシャークの効果で、表破壊できないんでこうですね。で返り討ちで次のターンは対象取れるんで、狡猾で銀龍と青眼は破壊できますね。俺のターンでちょっとフリーチェーンで見て、チェーンあるかどうか。砂時計光りますか。光ります。なるほど、光りますか。まあ、バトルフェーズ入っていくしかないですね。でこっちからぶん殴るか。いやどうすんだろう。こうかな。これ効果使っちゃっていいかな。効果使っちゃっていいか。効果使っちゃっていい。でこれで打点下げたら両方とも破壊されるよっていう効果使うから、なんかお前の魔法トラップを。あクリーボール、めんどくさいな。クリーボール入ってるか。狡猾な落とし穴は打っちゃってもいいかな。狡猾な落とし穴打っちゃってもいい。でここと、ここ打って、であの癖カードが何なのかだな。あの癖カードが太鼓とかだと結構、あでも太鼓は別にいいか。太鼓は別に、ただ相手のターンで回収されるから重装兵効果は何もない。いや結構いい勝負してますね。深淵が無限に強い。何もしてこなかったら嬉しいけど、これで除去されるとちょっとどうなるか分かんないっていう感じですね。相手の敵トップによるって感じか。いやでも言うて手札1枚捨てるカードだったらこれ使いづらいと思うんですよ多分。深淵がいるんで、深淵で太鼓とかあったら止められちゃうから OK。 でエンドフェーズでまたドローフェーズに深淵打っとけば回収できないんで、このくらいにしといてやる。オッケー。これ辛いのだって、ここで深淵にしても効果発動して、で狙撃系効果で、墓地のカードの効果は発動できませんの効果に狙撃系の効果もチェーンしていく。チェーンっていうかまあ、発動していく。これで伏せカードを割っていく。で狙撃系効果で相手の伏せを割っていく。サンダーブレイクオッケー。でサンダーブレイクで白き霊竜捨てて、で白き霊竜捨てられたのでそいつが破壊されるが、それはしょうがない。オッケー。よし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 。反動1枚だろ。で回収できない。いや反動1枚でせいが何もできんだろ。オッケー。きたよー、きたー。深淵が無限に強かった。深淵が無限に強かった。これはもちろん皆さん分かってますよね。スキル発動してサメの領域だ。そしてレベル4のモンスターが2体来るぞ。ユーマ、俺はバハムートシャークをエクシーズ召喚。そしてバハムートシャークのモンスター効果オーバーレインユニットを1つ使い、ランクが3のエクシーズモンスターをエクストラ撃から特殊召喚。先行母艦エアロシャーク、そしてエアロシャークの上に重ねてフルアーマードエクシーズ。来い、現れろフルアーマードブラックレイランサー。かっこいい見てここのこの場面やばくね。かっこよすぎない、この場面やばこの場面。ちょスクショだわこれ。これスクショタイムですよ皆さん。ハイパースクショタイム来た。最後これやばくね。これザ・シャークみたいな。違う、最高だわ。そう、お前のプレ、まあ、プレイングミスしたか。さあお相手の方、ゆうまくんですか。なるほど、ゆうまくんもね、なかなかオノマトランスがね、あの仕様変更なので、まあオノマトランスじゃなかったんですけど、なんかオノマトランスが結構あの仕様変更になるんで、ホープ、ホーピング、あれなんかやばそうな匂いすんな。効果さでもハンド結構強いんだけどな俺。これ狙撃兵召喚するか。これ狙撃兵召喚モンスターを召喚。なんかあるね。それは何か。あ神の忠告だね。あこれやばいね。これやばいのかな。いやんやばいのか。いやでも言うて、ホープレイが出てきた瞬間に突き落とせればいいわ。ホープレイが、これね多分ね、やばすぎるスキル発動される気がするわ。
多分だけど。まだ我々のライブは違うかな。お前のターンだ。出た。最強スキル出た。俺とお前でエクシーズチェンジゼアル。出た変身アニメ。ゼアル、ゼアルウェポンやばい。ゼアルウェポンをドローされる。最強のデュエリストは全て必然とか言いながら、でカードの効果を書き換えていく。カードの効果を書き換えていく。うわあ！いやあ！助けて、あ、いやでも言うてあれか、打点足りねえか。3000。何引いたんだろう。でもさ、4000になるカードあったっけ？いくつ？打点上がるの1300とかじゃないのあれ？最高に上がるの。39はいいよ。カオスエクシーチェンジも別にいいわ。はい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 、いいですよ。それはね問題ない。え、これ死ぬかな俺。知らなくね。だよね。それつけて3800でしょ。いけるでしょこれ。あ、無理だった。誰だお前。ちょ、待って、お前。いや、そっちでとどめさすの。誰やねんってとどめさすのやめて。せめてフォープレイでとどめをさせてほしい。